本に数変わるんですかね。あ、私は変わったタイプですね。私ひどいで8日ぐらいあったんですよ前。だけど今5日です。本当にね、月経カップもそうだけど低用量ピルもマジで世界変わりますからね。何度も言うけど、妊娠の予定がなくて生理痛とか PMS とかに悩んでる方はね、もう本当にね、服用するかは別にして一回相談に行ってもいいと思う。本当にファボワールっていう低用量ピルを服用してるんですけど、相性良すぎて服用し始めて1サイクル目の生理であんなにひどかった生理痛、あんなにひどかった PMS 全部なくなりましたから今までの人生何だったのって逆に後悔してしまったくらい。一度ね、相談にね行った方がいいと思う。月経カップと低用量ピルは本当に私の人生を変えましたね。あー、私もそう。学生の時生理痛なさすぎて体育のマラソンとか普通にこなしてたのが信じられない。年齢をね重ねるとね痛くなったりするみたいなんですよね。